さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。今日ね、撮影がハウスであるのね。ハウスの撮影が終わった後、そのまままた違う撮影に行かなきゃいけなくて、夜ご飯を作れる時間がないから、今11時46分なんだけど、家出るのが1時半、なのでそれまでにお昼ご飯と夜ご飯を作って出かけたいと思います。今ココと一緒に買い物行ってきたんで、それを整理しながらやっていきます。よいしょよいしょ。取り置きできるものは置いていきます。今日はね、半分ぐらい牛乳飲みました。日に日に飲める量が増えて、牛乳の。今日は生姜焼きを作ります。アサヒくん用に鶏肉ばっかじゃね、飽きちゃうから。あとは白だしスープを作って、うどんを入れてもらおうと思います。これでもうまそうだけどね、このドンキのさ、わかめスープ。軽く振り、大さじで軽く1杯、これ入れよっか。味付けこれにしよう。わかめスープで簡単に。ガーリコン、いちょう切りで。1時ぐらいに、私1時半かお家出るから、それまで朝日くん朝トトの散歩行ってもらったりとか、私がいる時にできることをしてもらってます。もやしナムルマジでさ、動画の時ばっかもやしナムル作ってる気がする。毎日じゃないですよ。ちょっと柔らかくなるまで煮ます。分厚いロース肉買ってきました。私も帰ってきたら食べるから、それ用に作ります。で、今日は YouTube 撮影の後の撮影でヘアメイクさんがいるので、私はメイクだけをする予定です。メイクだけするから、髪の毛はこのボッサボサのまんまいきます。生姜するか迷うな。おろし生姜でいいかな。生姜あるけどさ、この生姜でいいかな。これは私と朝日くんだけだから。本当はね、絶対おろした方が美味しいですよ。生姜焼きとか、ママの生姜焼きとか絶対おろしてあるから、絶対おろすのが美味しいのは重々分かっているんだけれども、手抜かしていただく。焼いてるだけ偉いだ。お米も炊いとかないと。でもお米は朝日くんに任せるから大丈夫。やべ、大根と人参忘れてた。お肉の下準備 OK。 多分本当はこのお肉に味付けしたりとかね、したら美味しいんだろうけど、しません。味は上か。こういう方もあろうかと。はい、はい、皆さんおはようございます。めいめいこと朝めいめい、23歳です。あ、間違えた、24歳。今 DVD が届きました。こちら、これは何かというと、私の生誕祭で使いたくてママに頼んで送ってもらいました。いつのか分かんないからさ、まずメインも見たことないやつばっかだと思うんだけど、とりあえず見て決めます。どこを使うか。メイ11歳誕生日とかあるよ。え、メイ0歳クリスマス、なんだって。メイ4歳運動会、ウケる。2011年メイバースデー、メイ11歳の誕生日とかあるんだけど、メイバレエ発表会、メイ夏祭り太鼓。え、ちょっと面白い。何かの動画でウランとエア、メイの生誕祭の時オタクで出ようよみたいな話をしてたんですけど、実はオタクでは出ていません。はい、オタクでは出ず、一番最初の段階でビデオを流して、オタクの映像を流して、オタクで出てくると思いきや、オタクで出てこないっていう感じで。それはなぜかというと、まあ、オタクで出てくるのもありかなって思ったんですけど、やっぱあのクレマグのファンの方、オタクじゃない普通にウランとエアを見たい方が多分結構いると思ったので、あとこっち側もそのずっとオタクでいられてもちょっと困るかなっていうのもあって、オタクは映像で入れました。そしてこれはどうしても私がやりたかったアンコール。急に私が、え、もう終わりみたいな感じで、挨拶もほどほどに、ありがとうございましたって言って、もう終わっちゃう、イベントが終わったと思いきや、なんとステージの裏からなんとなんとオタクが登場。ここでオタクの伏線回収、そしてオタクがアンコールを始める。アンコール、
アンコールって始めて、メイが着替えて出るという感じです。これなんでアンコールをやりたかったかっていうと、アーティストさんのライブ行くと絶対と言っていいほどアンコールあるじゃないですか。あれ結構憧れてて、でちょっと前にサバシスターさんのライブ行って、このサバシスターさんのライブ行ったんですよ。その時もアンコールやってて、やっぱアンコールいいなって思って、アンコール入れたいっていう考えに至りました。なんで良くない？アンコールってアンコールアンコール、多分そのアーティストのライブだともうアンコールあるって分かってる人がほとんどだと思うんだけど、さすがにメインの生誕でアンコールがあるとは誰も思わないじゃん。だからさ、メイが急にさ、挨拶とかさ、めっちゃ短くて、今日は来てくれてありがとうございました、またお会いしましょうみたいな感じでさーって出てったらさ、なんかちょっと、もう終わりかよってなるじゃん。もう終わりかよって思いきや出ていくっていうね、それがやりたいわけだから、やらせてください。生誕祭とかは全然行ったことないからあれだけど、とりあえずメイがやりたいこと詰め込みプロジェクト、グッズもね、だって5回着替えてるから5体撮影してんのよ。メイの生誕のタイトルはメイ強いから、だから結構強め のビジュアルでフライヤーも撮ったんだけど、グッズにするならなんかいろんなパターン欲しいなって思って可愛い系も入れました。でね、あの可愛い系結構お気に入りなんだよね。あれ可愛くない？普通に可愛すぎた。結構可愛い系は好評で、なんともう発表されてるけど、今日はクレマグの生誕祭のビジュアル撮影があります。楽しみ、クレマグの生誕祭で。今日はエイメイクの新商品の発売がありますので、そのライブ配信もあります。はい、ということで私はちょっとメイクを進めます。一旦さよなら。え、いい匂い。はぁ、うますぎやるがい。はい、完成。あとはくつくつ。はぁ、すいません、シャシャシャ。お肉焼くだけで酢。うわ、全部入らんかも。いけいけ、絶対入らん。焼くの2回に分けよう。いいよ。卵入れようかな、スープに。卵、うわ、いい感じ、美味しそう。もう食べたい。あっち、夜ご飯とかもったいない。スープ完成。あっち、入れすぎた、やばい、肉が、いってあげろ。やばい、唐揚げになっちまった。戻して、あー、はい、できました。生姜焼き、チーズね。見て、チビメイ最初にしてみた。0歳だよこれ、絶対生まれたちじゃない？かわいい。ヤッホー、覚えた。やばい、マジ生まれたてだ。キウイだもん、頭が。キウイちゃん、かわいい。こんな感じの動画をまあいろいろつなぎ合わせてスライドショー最後に流す映像を作っていきたいと思います。ですが私はもう家を出ないとやばい時間。マロ、マロも行くよ、あんた幼稚園ね今日。ってことでそろそろ向かっていきたいと思います。それでは行ってきます。バイバイ。プリンスチャンネル登録。レア、謝罪しろ。あ、レア謝罪しろ。皆さん大変申し訳ございません。何がって思うよね。いや思わないよ。え、うん、だってもうだってさ、この動画たどり着く頃にはさ、みんな見てるわけじゃん。レアちゃんが若くないって。だからおかしいと思ってるよね。それについてでしょ。忘れてました。レアちゃんが一人画角撮ってくるの忘れちゃったって。のんきにミスを買いに行ってたからね。でロフト行って買い出しして、でツリーなんか撮っちゃって、うん、ロフトにめっちゃツリーがふわって並んでて、クリスマス仕様になってて超綺麗だったの。それのポーンって撮ったぐらいにして
忘れてました、ごめんなさい。これすごくない？すごい、ロフトだよ今。めっちゃすごい、あれな、渋谷の、そう渋谷、ごめんなさい。以後気をつけます。はい、気をつけなさい。やらかした。で、私はミスドでこれにしました。今2個買ったよ。え、ほんと、かっこいい、すげえ。あげる。てかめっちゃさ、思ってた、ふわふわなんだけど、ふわふわ、すごい。ところでこれって何入れるやつ？これ入れるやつ、収納。ああ、はい、どうぞ。え、嬉しい、1個しか買わなかったから。かわいい、2種類あったから。めっちゃいいやん。いいね。ハイパーボール、あ、これ何？スーパーボール、何ボール？うちマスターボールが好き。モンスターボールって全部モンスターボールじゃないの？違うよ、赤がモンスターボール。こっち、めっちゃふわふわ、いい、気持ちいい。はい、うわ、甘い匂いが。今日はピカチュウシリーズと、このショコラ系も今やってるっぽいから、うんうん、それも買ってきた。ピカチュウはさ、今日からだよね。え、そう、今日から、今マジ並んだ、マジこの時から、うん、マジ今この時、撮影時並んだ、今この時マジ並んだ、うん、並んで買って撮影するの忘れて、ごめんなさい。ツリー写真撮ってこう来た。一旦サムネ撮ろう、撮ろう。うわ、ディグだ。一回ちょっと持ってね。行きそう、うん、持ってます。あー、せーの、オッケーオッケー、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、私のウーロンティーラッテ、私のカモミールティーラッテ、ウーロンティーラッテ、乾杯。かわいいね、これもクリスマス仕様。え、ね、やっぱ気分が上がる、もうクリスマス、クリスマスってね、楽しいよね、うん、色が綺麗。こぼした、あ、やったやったやった、あ、待ってこ、あ、だあ、じゃ、なんかティッシュが、あれあれあれ、でも結構水をかじいていい、見てみて、あ、いいんじゃない、ウーロンティーラテがうまいって気づいて、うん、え、そうなの、そこから結構飲む。カモミールティーラテうまアピールすんのカモミールティーラテうまいただきます、いただきます。え、見て、うん、うん、え、分かれてるんだね、じわる、え、ちょっといただきます。クレアみたいな感じだ、クリーム入ってる、うまそう、美味しい、うまっ、うま、久々に食べた、わかる、うん、てかこれ食べたかった。ミスドってマジでね、撮影の時にしか食べないよね、うん、うまっ。でも弟はよくミスド買って、うん、で、ポンデリングをフライパンで焼いて食べて、かわいいことするね。甘党なのかなって思う、そう考えると。甘党じゃない、ね、だってこれくらいの箱いっぱいに買ってきて、うん、2日間になるんだよ、うん、すごい、超甘党だ。この前初めてペットシッターさ、うん、TGCT になって頼んで、うん、どうだった？めっちゃ良かった、うん、良かったんだ。もうなんか1時間コースでお散歩と遊んでもらうやつで頼んだんだけど、うん、動画めっちゃ送ってくれるの、うん、まあ、着いた瞬間から、うん、お散歩行ってる時から、遊んでる時とか、うん、おやつあげる時とか、うん、でめっちゃいい、安心。え、めっちゃいいんだ。え、もう使おうかな。やばい、いいよ、おすすめ。でも一日中は見れないからね。そうそう、2時間とか決められた時間、まあお金払えば、金もだったらマジずっといてもらえる。それ聞いた時、え、プータ実家預けなんかいいじゃんって思った。だから朝ごはんをあげてたとして、夜のご飯の前後でお願いしといて、散歩と遊びと夜ご飯あげて帰ってくださいだったらいけない、2時間とか、うん、うまいじゃん、うん、おいしい、うまいじゃん。これパッパイ系買ってきてないわ。確かにパイ系ね、うん、あ、てかさ、え、今日何日？6。うわ、今日からさ、あれじゃん、ムックが、今日からあれあれ、あ、待って、言わないで、言わないで、絶対にマックの三角形っぱい、うん、さっきポテトも食べたし、なんでそんなクッキークリーム、そう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 、興奮してんの、クッキークリームだよ。だから気づいたら、あの、キャラメル、キャラメルだっけ、終わってた、終わってた、え、早っ、栗のやつ、あれ、え、栗、あれ、芋、キャラメル、最初の変態か、お前なんでよ、あ、でもさつまも、さつまいも、さつまいも、紫芋かなんかな、靴だよ。あ、そうそう、芋キャラメルみたいな。あ、そうそう、それ言ったか、栗、なんでお前変態やばい、しょっぱいの食いたくなる。え、マック頼む、なんてさっきのポテトうますぎたんだけど。あ、マック、うん、待ってね、マックあれ、Lサイズだよ。え、で、2袋入れた、うん、え、追加できるの、この、うん、消えちゃう、どこ、やっぱ1袋だと少ないから、やっぱさ、しょっぱいの食べたくなっちゃう、うん、え、寿司食いた、やめて、寿司とか言わない、銀の皿やろ、ね、最近食べてないね、寿
寿司の気分になっちゃったよ。寿司、うわー、サムギョプサルうまそう。寿司やめて。海鮮丼寿司全然やめて。お腹減っちゃった。てか早くツアー名決めないと。そうだ、うちの何が決まってないですよまだ。でも7歳なんか可愛いよなって。7歳やりたい。7歳になったよじゃダメなの。クレマグとかなし。クレマグがとかじゃない。7歳になったよ、クレマグよりツアー、うん、クレマグよりツアー。それで言ったらさ、ウランはさ、自分の生誕タイトル考えてる。いや、マジまだ決まった。内容はやりたいこととかは。さすがさすが。でもアンコールいいな。でしょ、アンコールされたい。アンコール。じゃあ、ウランに内緒でアンコールチラやる。あ、そうだね。うち何する？何喋ってるの？アンコールアンコール。あ、よいしょ。それかもう録音にしといて、うん、いると思って出てきたら実は誰もいない。マックない。え？ないとかあるの？珍しい、マックがないなんて。あ、あんじゃん。チャカポテ。優先？プラス550円？え？200円とかじゃなかった？スタンダードにしろ。マジで？マジで？100円？商品代くらい。高くね？まあでもそれで稼いでるからね。思ったら、でもまあ普通でいい。普通でいい。わかんないもん、うん、これとか何味なんだろう。気になるよね。赤レブ。で、このさ、モグラ食べてみ。あのエンゼルクリーム好きなら絶対好き。モグラ、モグラの部分。モグラって言ってた。あ、わ。うん。え、美味しくない？まあ、ピカチュウが、うん、カラメルカスタード風チョコでコーティング、うん、中はホイップクリーム、うんうん、リグダがチョコクランチとカスタードクリームをトッピングしたポンデリング。え、ピカチュウうまそう。モンスターボールはふわふわのシュー生地にホワイトチョコとストロベリーシュガーで仕上げ、ストロベリーシュガー。黄色のこれがカスタードフレーバーで、中がカスタードクリーム、外がカラメルカスタード風味チョコ、うんうん、もう一個の方がキャラメルフレーバーチョコ。中は一緒だ、うん、チョコが違うだけ。違うだって、うん、スーランタンみたいなやつって食べたかった。めっちゃ美味しそうね。麺系食べたいね、うん、やっぱさ、確かにあれやりたくね。もう勝手に店舗で食べる、うん、勝手に食べたい、うん、確かにミスド結構食事系。え、そうそうそう、充実してる、うん、え、こういうのパーティー持ってきて、うん、ドーナツポップ。わかる。でもうちオールドファッションとエンゼルクリームしか食わないから。マジ最悪。ウランちゃん食べたくないって言われる。え、ピザとかもあんの？ん？マルゲリータ、もちチキンテリーヌ、すごっ、スモークサーモンとアボカドだって。へえ、初めて。卵チャーハン？うまいよ。え、すごっ。麺系さ、麺系レストランじゃん。あった、あった、あった。ルーローハン、うん、え、ルーローハン、あ、ルーロー麺だ。ルーロー麺、台湾風豆乳野菜麺、サンラータン麺、四川担々麺、汁そば、卵チャーハン。すごっ、こんないろいろね。この汁そばがさ、うまいよな、シンプルで。でもサンラータンうまそう。うまそう。え、このピッツァびっくり。ね、初めて。ピッツァ、ピッツァ、ピッツァ、ピッコロ、ピッコロ、ピッコロリ、ピッコロリって何？あ、やってみたら。うち今ダイエット中なんだよ。誰が言ってるの？あ、見たい、まあ、作ってる姿が見たい。そっち。でも寒くなってきてるから、あれモチベが今高いの。五目ラーメン、ラーメン、うーん、中華、うん、食べたやつね、美味しかった。あれ今あれモチベがすごい。中華街の動画見てくれたら分かるんですけど、最後にお店で食べた八宝菜が、うん、え、あれめっちゃうますぎて、なんか感動レベルだった、ね、なんか思い出しちゃう、八宝菜。美味しかったなって。なんか自分では作れないじゃん、やっぱ。わかる、え、マジで美味しかった。ブリンブリンだし、そう、具材が。また行きたい。でもあそこさ、結構高級なお店だったよ。高い高い高い、ね、高い、600円。そうだよ、一つでだよ、うん、一皿じゃなくて一つ。まあ、でかいけど、こんぐらいで。でもめっちゃ美味しかった。なんかやっぱ中華街の店さ、結構怖いじゃん、うん、え、わかる。いろいろありすぎてわかんないし、うんうん、あそこはマジで高いからこそ。わかる。もう一回行きたい、あそこ、うん、やっぱ腹減ってきた。わかる。え、ポテトは閉まってる。
細かく調べよう。もう食べなくていいよでもさ、なんかスイッチ入んない、食べなくていいよって思ってて、食べなくてもいけんの。うん、わかるわかる。全然目の前にあっても、あ、別に食べなくてもいいやみたいな。でもね、こういう一口二口とかちょっと一個だけとかしたら、うん、え、待って、ちょっとスイッチ入ったかもって。今度はしょっぱいの食べたいってなって、そうそうそうで、それ食ったらまた甘いの食べたい。そうだよ、甘いのあるから多分いいよね。うん、甘いのも多分大丈夫。あと2分、早っ。え、早っ、調子いいじゃん。皆さん、ピカチュウ食べてほしいですか？食べてほしい。多分ね、ちゃう人思ってるよね。ちザクザク食べていい？どれ？もう一個。あ、これ、それ。え、でもなんかうち今日めっちゃ甘いの食うんだけど。生理前だから。え、生理前だ。1週間前。おお、超さ、ずれてるわ。ウランと目一緒だ。そうね。だって目今終わったばっかだ。あ、なんかこのチョコ苦いよ。苦くないよ。ダーク。でもさ、こういう系のチョコ苦いの多くない？うん、ね、甘ったるいのが好き。ダークが好き。ダークチョコあんま好きじゃないんだよね。ダークしか買ったん。チョコは甘くあれよ。だからホワイトチョコとか甘ったるいんじゃない？うん、でもホワイトチョコ大好き。アマテラスオミカン。うん？きた、うまいピカチュウ。ポポポテト。え、これに入れんの？いや、これ入ってくる。初めて。これうまい。ね、初めて食べた時エアが好きそうだなって思って。美味しい、これ。エア。うん。ラーメンの気分になっちゃった。五目は？あんの？ないの。うん。五目どこの中華屋さん探してもらえたんで。メイはね、最近エビチリ餅で。うわ、エビチリなんだ。でもあの中華屋さんのエビチリを食べちゃったから、うん、多分他の食べたらしょぼく感じ。確かに。あれこんなエビがね、うん、だから頼めずにいます。でも美味しい。まあ、エビの大きさはあれだけど、王将のエビチリが好き。味がね、あのソースが好き。あれご飯食う、ソースだけで。うわ、五目うまに丼でもいいわ。ごめん、五目がごめん、ごめん、ごめん。うわ、五目あんかけラーメンあるじゃん。シャカシャカしなよ。あ、大阪の食か。いいじゃん。え、なんか変わってる。え、なんかこれ、え、なんか周り変わってない。てか、なんで入ってんの？え、チーズバーガー頼んだ。え、頼んだよ、これ。これは頼んだ。書いてある。うん、頼んだよ。いや、スパイスチキンなんだ。あ、スパイスチキンなんだ。なんかさ、え、え、そうだよ、合ってる。びっくりした。え、胡椒っぽくない？あー、あ、そう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 。こっちも入れていい？うん、胡椒だこれ、ね、でもさ、エアとかさ、うん、これいっぱい買っといたり。え、そうだよ、いろいろつけれるじゃん。確かに。この間も言ってたよね、うん、あれ、うん、ハロペーニョ。シャカシャカ、うー、シャカシャカ、完璧。やばい、おいい、おいいね、これ。おいいね。で、ツアータイトルの、うん、達成した。ねえ、みんな教えて、ツアータイトル何になったん？悩む。でも可愛い系がいいな。ね、うん、7歳だってよとか。7歳だってよ。だってよ。だってよ。びっくり。あ、もう7歳になっちゃった。7歳みたいな。あ、そうそうそう。7歳だってよ。クレマグバースデーツアー7歳だってよ。いいじゃん、それで決まり。いいじゃん、それでしょ、うん、今メモして忘れないうちに。遅れ遅れ。7歳だってよ、びっくりマークハテナマークね。7年って数字で表すと2557日なんだって。うーん、すごい。そんだけやってきたの、ね、エビチリ頼む？ねえ、中華丼のモチベ高くない？もうさ、何も見せない。やめて、ほんとに。頼もう。頼まない。それはさ、思わせぶりだよね。見せといてっていうね。期待させといてさ、そう、やばい。思わせぶりじゃん。わかるよ、食べたい気持ち。うちも食べたいもん。うん、でも最近やばすぎる。ねえ、思わせぶりじゃん。そうだよ、頼む。エアが食べるから食べる。エアが食べるから食べる。うん。エア食べないよ。え、じゃあ一口は食べるでしょ。食べない。あったら食べるよ。あったら食べない。あったら。ほら、こんなの食べますよ。全然ゆるいじゃん、まだいけるよ。ゆるくないと食えなかった。ま、お前やばい。まだいけるって。ダメダメ、思わせぶりじゃんね。うん、今頼む流れだったもん。そう、いっぱい見せといて。食べよ。ダメ。なんで？食べない。絶対食べない。食べよう。だってエアはもうラーメン食べたんだ。で、ポテトエビサイズも一人で食べて。食べようよ。食べよう。食べない。食べない。食べない。絶対食べない。食べない。食べない。じゃ、頼むね。やだ、食べないよ。いいよ、絶対あげねえから。マジあげねえ。マジ食べないよ、一口も。何の店？
餃子の王将にしようかな。え、餃子の王将はなかったじゃん。いや、食べないでしょ。だからうちが好きなのを頼むよ。なんか、イヤイヤ期ポコも一緒なんだけど、食べないでねって言ったら、うん、食べ始めたご飯本当にポコにあげない。ダメだ。ママ食べるからいいとか。食べる。それまで食べないって言ってたのに、食べてって言ったら嫌なの。でも食べないでって言われても嫌だから、食べないでって言われたら食べたくなっちゃう。反抗したいだけなの。餃子の王将。え、そんなの。え、なんかあってるの。え、知らない。私めっちゃ聞いた。餃子の王将。むしろ。むしろ。むしろ。何むしろ。豚肉とキクラゲの卵炒め。あ、それ大好き。そう。イデア算数。ウルチーパーチューシー。裏チンパンジー。言ってない言ってない言ってない全然言ってないよ。裏裏切るのか。餃子の王将ではなく大阪王将を頼む日が来ると。頼んだことない。ない。あ、ないんだ。へえー。なんで。まあ、なんかちょっとプライド。うん、餃子の王将で働いてた身として他の王将行くのはちょっと。逆に大阪しかないわ。ええー。あ、本当だ、あるよ。ああ。あったらどうする。いや、どうだろう。お腹はいっぱい。どうだろう。お腹はいっぱい。あったら食べるもんね。え、体重測ってんの最近。あ、でもウランには韓国行く前は測ってたんですよ。いや、それはそう。いや、それ一回、ね、うん、やりた。でもこの間でもそんなだったよね。多分2キロ、うん、とか3キロ、うん、とかだった気がする。一回痩せようかな、韓国前。でもいいちっちゃい幅だよね。あ、そうそう。やめた方がいい、上のこと。え、だから食べるのは野菜とかさ、お腹を満たすのは満たすけど、食べるものがそう脂っこいものとかじゃなくヘルシーなものにして。え、で、脂っこいものとか。あ、そうだよ。なんかやめよ、やめて。ダメだ、逆に食べよう。逆のこと考える。よし、来たよ。お前ハンバーガーもあったやん。確かに。え、頼んだ。あ、そうっすよ。頼んだ。うん、絶対減る前よ。なんか腹いっぱい感覚がない。え、もう今何日前だろう。5か6よ。いや、2日前。めっちゃ前よ。めっちゃ前じゃん。もう来るやん。もう来るやん。もう来るやん。なんかすごいいろんな匂いが充満してる。チョコとかポテトでしょ。ハンバーガー。でも今日大西さんも来るから先に。うん。え、そうなの。ジムルガメに2箱置いて、うん、あと現場にも置いて、うん、ダブル7チーム。あ、そうだね。確かに。え、どういう場所か。こちらに。ゴムフラーメン頼んだの。ね、それ言われてからちょっと食べたくなってる。ほら、うちんちならある。今度ウランの家行った時絶対ウランしよう。うん、明日頼めるよ。え、明日ウランの家なの。明日ウランチらしい。あ、そうなんだ。朝日が言ってた。朝日が、うん、来いって言われたんです。なんか、うちに隠れて連絡取ってる。うわ、いや、知らない。でも向こうから連絡来たから。あ、そうなんだ。 LINE に関しては。それは、なんでかっていうと、ウーちゃん言ってやメイに LINE して自分でせえやメイの生誕のエンディング、エンディングも本当に出た後、うん、バイバイってやった後、うんうん、に流すらしくて、うん、エンドロール的な。そうそうそう、結婚式かエンドロールを自分で歌いたいということで、めいめいの歌声聞いてもらったと思うんですけど、うん、その音源の方、そう、音源の方を朝日くんが担当しておりまして、うん、あ、すごい、え、すごい、なんか本格的。あ、そう、聞きくん、え、聞きた聞きた、すごい。で、しかもその7日に来てっていうのが、うん、7日中にドラムをちゃんとしたのを入れたいから、それをお願いしに行くらしくて、でそれを撮ってすぐメイの声を入れたいから俺ん家来てくれと、うん、なんかさ、忠実に働くことかね。でマジ俺発注多くて困る。行きたい。めっちゃ良かったよ。すごいね。すごいね。シャーンとか言ってる。出たって思ったシャーンってなんか出たえ、すごい。しかも聞いたことなかったんだよ、この曲。え、そう、この曲知ってるって最初朝日に聞いたら知らんって言ったけど、なんか聞いたら結構好きな感じの曲だったらしい。あ、じゃあお気に。そう、お気に入り。メイとその音楽の感覚が似てるから、好きなものが似てるから多分スッと入ったんだろう、うん、でしょ、発注がかかった。素晴らしいですね。素晴らしい。ちゃんとしたお仕事として仕事でき、仕事でき。それに使う用 の、 あの写真とか動画素材をママに DVD 入れてるやつ送ってもらった。ちっちゃい頃のなんか、うん、え、見て、あのクレマグの、ね、見たオープンチャットで見たら急にすぎると思う。キュウイマジで髪の毛てか面影ない。え、ない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 、うん、なんかメイン、メイのちっちゃい頃の写真ってさ、マジで面影なくない。ある。いや、ない。でもこの多分口とかは変わってない。あ、でやっぱこう四角時期。え、だよね、四角いよね、うん、四角時期熟されてそこゴールデンキュウイ。ゴールデンキュウイ黄色。でも結婚式行ったの、うん、友達のね。で、なんでめいめいいないのって言ったけど、ここの友達だからいなんだけど、
やばかったよね。やばかった。感動した。うん、なんか映像かっこよすぎる。かっこよすぎるし、こんなにこっち側が幸せになっていいのかってぐらい、めっちゃ幸せな気分になった。なんかずっとこうやってんの。うん、なんか苦しかったっぽい。幸せすぎる。だって多分自分では気づいてないんだけど、ファーストバイト景気に言うと、うん、いやずっとこうやってる。だからウランの結婚式もっと楽しみ。いやだから本当にやばいかも。でも泣くと思う。で絶対泣くよ。うん、うわマジでそれも秒で終わるんだろうな。ウランの結婚式来年の一大イベントはそれ、うん、ウランの結婚式、うん、だから別に結婚しなくていいやつ。そうだよ、確かに。あのかぶせてこない。薄れちゃうから。結婚式来年は何もニュースいらない。そうだ、ニュース作んな。ニュースなしで、えちゃん再手術とかのニュースもなしで。いやでもそれもある。ある。マジあるね。私は事務所に行ったら喜多方ラーメンを頼みます。ふざけんな。なんかウランがめっちゃ美味しいよって勧めてくれたのでそれ食べます。はい、じゃあこれ収納していきます。しよう。なんでささっきより量減ってんのにさ入んないんだよ。確かに。なんか入んない。本当にさ、マジやめれる？てかさ、細めなんだね。てか今日の撮影さ、トイレとか途中に行ってますよね。あー、確かに。確かに。でもちょっと茶色くてもわかんないか。この動画さ、ミスド、スタバ、マック。マック。4点食べてきた。やばい、びっくり。うん、うまい。喜多方ラーメン楽しみ。うま。うわ、スタバ行かないと。もらった？もらった。5枚ぐらいある。誕生日。500分。あれ、意外と早くない？え、意外と早いし、その店行かないとだから。うん。行かないと。あとこの前初めて食べて感動したスタバのドーナツ。クッキークリーム。うんうんうん。あれめっちゃ美味しい。うまい。うん、やっぱ甘ったるいのが好きなんだ。うん、あれ1回目食べて衝撃的だった。甘すぎてびっくりした。なんか甘すぎても味わかんない。え、そう。え、だからかその感覚がないの。甘すぎるって感じたことがなくて、あ、無限にいけちゃう。甘すぎたら全部味一緒なの。そう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 。なんかチョコも蜂蜜も生クリームも砂糖っていうのかな、わかんないけど甘の味なの。甘いで終わる。感じたことだから多分あれだよね、辛って味わかる人とあれの違いも、うんうんうん、てか辛いの好きな人ってストレス溜まってるらしいよ。テレビでやってたって。でもストレス発散で辛いの食べる人いるもんね。え、いるいる。汗かいたりするのが気持ちいい。へー、なんか痛みだもんね、辛いっていうかもう。確かに痛覚じゃない。うん、丼だったら何が好き？海鮮丼。で、親子丼。昨日作ったんだけど、今過ぎた。親子丼いいね。いやさ、カツって嫌いなんだけど、うん、カツとじは好きなの。カツ丼はかない。そう、でも白色が嫌なんだよ。あ、そう。あ、確かに。しみしみになってる、もう見るからにこれ絶対濃いだろって分かるようなのが好き。若湯。若湯。若湯。そう。若湯。誰？高校の時の部活の。知らねえって。若湯？先生で唯一、わたゆだけ連絡先入ってる。かけてみようかな。かけんの。もう忘れられてた。結婚式さ、誰かの先生呼ばないの。呼んで呼んで、挨拶するから。もうめっちゃ好きな先生はいるけど、なんか先生一人だけ呼ばれてもじゃない。あ、その先生が気まずいから。え、そう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 。確かに。うち呼ぶならせめてそのカテゴリーで二人とか呼びたいの。その一人にさせちゃうのあれだな。先生一人ってなるね。だって自分呼ぶ先生もしやれてなったら。先生てか、その自分が結構印象に残ってる先生はいるけど、その先生からしてメイってそのめっちゃいる生徒の中の一人じゃん。だから呼ばれたところでかなって感じちゃう。だって今でも教え子いるんだよ。大で嬉しいんじゃない。まあ、嬉しいか。嬉しいと思うよ。もし福島でやったら呼んでた。あ、確かに来てもらったら、うん、なんかテーマ決めた方がいいって言われるのね。テーマ例えばだけど、分かりやすく言ったらディズニー。あ、そしたらもうそれに基づいた朝食だったり音楽だったり決めやすいんだけど、いろいろな曲流したいなとかあるから、総集して夢の時間とかそういうテーマにしちゃえば、自分の夢を叶える場所みたいなだったらいけんのかなって。なんか頭にいっぱいあるんだけどさ、それを文字に起こしたりさ、こうしたいっていうのが苦手でさ、口頭で伝えてその人に理解してもらった方が早いって思っちゃう人で、いろいろあるの。指示書って作る人がいるね。作んなくてもいいんだけど、絶対に撮ってほしい写真のカットとか、例えば手元のカットは絶対欲しいとか、小物系頑張ったから
そういうのも撮ってほしいっていう人もいれば、基本的にもうみんながワイワイしてる楽しんでるところを撮ってほしいとか、そういうのを書き出して渡しておくと絶対それ撮ってくれるからみたいなのあるんだけど、お任せじゃなくて、なんかそういうのもあるんだけど、なんかどう説明していいか分かんなくて、エアメイが楽しそうにしてるところが人物指定ですか。主にエアメイ中心でエアメイの写真集なんじゃない。いや、それが難しい。うちだから全部スクショして、あ、こういうの写真で見せようと思う。エアメイが泣いているところ、あ、あとエアメイの横顔だる横顔して横顔本日はお腹いっぱい。うん、だろうね。もう動けない。どうしよう、衣装入んなかったら。大丈夫だよ。大丈夫だよ。つなぎだから。うん。私たちは、はい、クレマム。クレマムバースデーツアー。7歳だってよ、うん、の撮影に行ってまいりたいと思いまーす。はい、行ってきまーす。ビジュアルはこんな感じになりました。はい。かわいい。めちゃくちゃかわいいので、2月皆さんお待ちしてます。一緒に誕生日祝ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。急げ急げ急げ。急ぎ急ぎ。おしっこする。みんな今日も見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。さようなら。